世界最高峰のバスケットボールリーグ NBA。 左ふくらはぎの負傷で開幕からおよそ1ヶ月欠場した渡邊雄太、今シーズン3試合目で圧巻のスリーポイントショーを見せます。途中出場するとそのわずか1分後でした。最初のシュートをいきなりしっかり決めます。でさらに8点ビハインドの後半、再び渡邊がスリーポイントを決め、チームは一気に追い上げムードに。さあその3分後です。4点ビハインドの場面で渡邊にまたしてもチャンスが止まってくる。渡邊これで1点差まで追い上げる。もう逆転勝利とはならず、それでも渡邊は今シーズン初の2桁得点です。